日本鹿児島県日置市吹上町樹来吹上町、入りは、鹿児島県日置市の大技。旧アタコウリイサク入イ村、アタコウリイサ村大技、入り日置郡伊佐町大技、入り日置郡吹上町入来。人口は906人、世帯数は393世帯。郵便番号は899-3304。日置市の南端部。 伊作川の川口付近に位置する。阿佐駅の北方には、日置市吹上町、今田南方には、南薩摩市近方町、王の東方には、日置市吹上町中の里がそれぞれ隣接しており、西方には東、品海に面している。西部には、吹上浜砂丘があり、海岸沿いには、松林が広がっている。古くは、農耕中心の地域であったが、 入力浜に漁港が設置されるなどの整備が進み、沿岸漁業も行われている。また、吹上浜はシーズン中には、潮干狩りや地引きも体験、海水浴などで賑わう。1984年までは、地域の東部を、鹿児島交通枕崎線が通っており、地域内には、南吹上浜駅が設置されていた。入力からは、弥生時代から、 古墳時代にかけての集落遺跡が発掘されており、伊作川下流域の水田地帯にある第一条にあるもので、10件以上の住居跡や、石傍町や石符、杖駅などが見つかっており、弥生中期初頭の入木式土器の標識遺跡となっている。ただし、調査対象地の多くが未調査のままサイド工事により、破壊され消滅した。入木という地名は、鎌倉木より見え、 薩摩国遺作省のうちの名だなであり、入力名と書かれ、樹木村や入力別府とも書かれた。文法3年の遺作総座賞小月毛史上に、入来別府という記述がある。江戸期には、薩摩国渡氷遺作号のうちであった。村高は、天保郷町には1477国余り、遠京頃には888国余り、遺作名称史最先調には870国余り、 急行給料取り調べ帳には857国、余りであったと記載されている。文化3年頃には、伊力浜の裏人は418名おり、裏水主役が48人立、雇い水主役が46人立であり、鯖や古代、イワシが取れた。1889年に町村制が施行されたのに伴い、伊作号の区域より、伊作村が成立し、江戸期の伊力村は、 伊作村の大技、伊力となった。1922年には伊作村が調整志向し、伊作町となり、道町の大技となり、1955年に伊作町と長吉村が合併し、吹上町が新設され道町の大技となった。1999年に中野里あざ平田及び地域、旗伝の各一部を伊力あ座日木町に編入し、 入力あざひさき町の一部が中の里の一部となった。2005年には、吹上町が、移住院町、東市町、日吉町と合併し、日置市が新設され、同時に、大あざ入力は、従来の大和座なに、休日対名を冠したものに解消され、日置市の大和座吹上町従来となった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 南吹上浜駅付近の航空写真、ありがとうございます。